はい、皆さんどうもこんにちは。ハンダ付けライフを応援しています宇野口です。今日はですね、手ハンダ付けからハンダ付け自動化検討される方必見のですね、ハンダ付け自動化方法のご紹介ということでやっていきたいと思います。まずですね、たくさんですね、ハンダ付け自動化いろんなやり方あるんですけれども、その中でも、固定のハンダ付け、それからレーザーのハンダ付け、このやり方について今日はちょっとご紹介したいなと思います。まずですね、コテ付けからは2種類方法をちょっとご紹介します。まず1つ目ですね、これはですね、ポイントハンダ付けなんですけれども、このポイントハンダ付けは手ハンダそのまま工法です。手ハンダそのまま工法なんで、手付けをそのまんまですね、やってることを入れてるようなやり方なんですけれども、これですね、特徴としましては、ご覧いただいたように1ポイント1ポイントハンダ付けをしてるんですね。つまり熱マスごとにハンダ付けの最適な条件を入れられるんですね。それが非常にメリットとしてあります。で、2つ目なんですけれども、一個一個やるポイントハンダ付けに比べて引きハンダ付けっていうものがあります。この引きハンダ付けはロボットならでは方法、ロボットならではの動きをしてくれるので、ご覧ください。小手先を引きながらハンダを送りながらまとめてやっちゃう、このやり方が引きハンダ付けですね。で、これのメリットなんですけれども、ご覧のようにまとめてできますので、スピードが速い、ここが最大のメリットかなと思います。最後に3つ目、コテじゃなく今度はレーザーの方法についてご説明したいんですけども、このレーザーのハンダ付けはですね、変化点少ない方法になります。こちらちょっと動画を見ていきましょう。特徴としては非接触でやることができますので、この非接触のすごいいっぱいメリットがありまして、非常に無駄の少ないやり方になります。ハンダも使う分しか送りませんし、クリーニング動作とかもありませんよね。なので非常に無駄の省かれた、工法になってます。今3つ、工法をご紹介させていただきました。ジャパンユニックスはですね、毎日のようにですね、こういういろんな工法をそのお客様の製品に合わせてどれが一番適しているかっていう実験をやらせてもらってます。もしですね、手ハンダ付けをやっていて自動化を検討したいとか、今まで自動化検討したけれども違うやり方でやっているお客様も構いません。どういうふうにやったら一番いいのかっていうことを試してみたい方はですね、ぜひお声掛けください。コメント欄の方とかにもですね、コメントいただけますと、それについてご返事させていただきますので、どしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。